この子育て世帯生活支援給付金事業は、宮崎市が物価高騰による子育て世帯の経済的負担を軽減しようと国の交付金を活用し、子ども1人当たり1万円を支給するものです。対象となるのは、今月1日時点で市に住民登録がある中学生以下の子どもおよそ5万5,300人で、保護者の所得制限は設けられていません。 事業費は5億7200万円余りとなっていて、市では明後日開会する9月定例市議会にこの事業費などを盛り込んだ総額およそ13億7300万円の一般会計補正予算案を提出することにしています。議案が可決されれば、1万円は11月上旬から支給が始まる予定です。